ゲーズ語。ゲーズ語、ゲーズ語、g e, e g ゲーズ語表記は、エチオピア及びエリトリアの古典語、エチオピアセム書語のうちで最も古い文献を持つ言語であり、話し言葉として消滅した後も、キリスト教の天礼言語及び公式の文章語として使われ続けた。ゲーズ語、古代エチオピア語とも呼ぶ。後に、ゲーズ語が使用された地域には、 紀元前に南アラビアの植民地が発達した。後のアクスム王国の首都になったアクスムの近郊であるイエハに、紀元前500年頃の古代南アラビア語で書かれた文が残っている。しかし、エチオピアセム書語が古代南アラビア語から直接発達したわけではない。アクスム王によるゲーズ語で書かれた長文の碑文が十数個残っており、四から五世紀頃のエザナイ世と、 エザナ二世のものが最も重要である。このうち六つは死因のみを記す南アラビア文字で、三つは死因のみを記すゲーズ文字、エチオピア文字で、四つは母音記号を加えたゲーズ文字で書かれている。エザナ二世の初期まではキリスト教徒ではなかったが、後期は一神教、おそらくキリスト教に改修し、その子孫は明らかにキリスト教徒である。 最も新しい碑文は9から11世紀頃のものと考えられる。他にこの時代の短い芸図語碑文が230ほど残る。10世紀以前に書かれた文献は主にキリスト教の宣教のためのものであり、聖書、外典を含むの翻訳、典礼用の文章、聖人伝、恐怖の著書の断片の修道規則の芸図語版を含む。その大部分はキリシア語からの翻訳。 本案である。アクスム王国が滅亡した10世紀にはすでに生きた言語としての芸ズ語は消滅していたと考えられる。しかしその後もエチオピア正教会の天礼言語として用いられ、また19世紀末まで実質上エチオピアの唯一の公式の文章語であり続けた。西暦1000年頃にエチオピアはエジプトとの関係を確立し、 それから1945年までエチオピアのアブナ大司教はアレクサンドリア総主教長、コプト正教会によってエジプト人が任命されてた。この時代には主にアラビア語から翻訳されたキリスト教文学が花開き、加えてエチオピア独自の世俗文学や宮廷文学が出現した。現在でもエチオピア正教会及びさらにファラー社族の方針で、 典礼での主要な言葉として残っている。しかし、エチオピアでは、アムハラ語、現代のエチオピアの主な共通語あるいは、他現地語が、エリトリア及びエチオピアのティグレ州では、ティグリニア語が説教に用いられることがある。ゲーズ語には30種類のシーンがある。現在のエチオピアでの伝統的発音は、アムハラ語の影響を強く受けており、ゲーズ語本来の音声が、 どのようであったかは、不明な点も多い,い。いわゆるセム語の強制音は高等化音、すなわち、放出音として実現される。は、通常破殺音になる。は、起源的にアラビア語の及びに対応するが、本来どのような音であったかは不明である。伝統的な読みではと同音になる。ゲーズ語では、セムソ語の P は F に変化しているが、その他にがある。両者とも、 尺用語、主に、キリシア語からのに現れるのが普通だが、固有語にも出現する。視察音は、起源的に、アラビア語のに対応するが、伝統的には、S と同音で発音される。有声音と摩擦音は、伝統的発音ではと区別されない。も H になっている。母音はの7種類がある。は、中字多凶母音である。 セムソモトの母音の対応は以下のようになる。名詞、形容詞、分詞は、性、男性、女性、数、単数、複数、角、主角、体格で変化する。女性を表す語尾 T は人や動物の女性型を作るために時々用いられる。複数型は設備時によって表される場合もあるが、多くの名詞では語幹が複雑に変化する。 例えばベッド、家の複数型は、アビットになる。体格はを設備させることで表され、体格以外に、連語形、他の名詞に就職される形としても使われる。他のセム語と同様、体格型は副詞を作るのにも使われる。形容詞は、女性単数 t、男性複数 an、女性複数アットを設備する。認証代名詞は、認証、性、一認証以外。 数で変化する。一人称と二人称の代名詞は、アラビア語のものによく似ているが、三人称は独特の形をしている。独立型の他に設備字型があり、名詞について所有者を、動詞について、目的語を表す。指時代名詞は、金称と炎称があり、正、数、角で複雑に変化する。就職後は就職される名詞に、性数、格を一致させるが、 性についてはしばしば文法性よりも実際の性が優先され、無生物の性はしばしば曖昧である。動詞は認証、性、一認証以外、数で変化し、過去、非過去、要求法及び命令法の事象によって語感が変化する命令法と要求法の語感は同じ。過去では認証語尾が非過去と要求法では認証説当時が加えられる。 動詞の派生型としては、死役形、アラビア語の第四形、受動、反射形、アラビア語の第八形、死役、受動形、アラビア語の第十0形がある。語感の形として、A 型、B 型、動詞語根の第二シーンを重複させる、アラビア語の第二形、C 型、第一シーンの後の母音を長くする、アラビア語の第三形が区別されるが、アラビア語と違って、これらは、 派生動詞ではなく、語彙的にどの動詞語根が、どの形を取るかが決まっている。否定は通常 i マイナスを主動詞の前に置く。A は B であるというときは、掲示の代わりに認証代名詞を使う、A から B のような形になる。現在自称以外では掲示にあたる動詞、コナ、または HLLW を使用する。存在を表す場合にも HLLW を使うことができるが、 ボ、ボッツ、全知し B、マイナスに三人称単数男性代名詞がついた、形と名詞を組み合わせて表現できる。ボの否定、ないはある棒である。全知し B、マイナスは、所有を表す表現でも広く使われ、我々は本を持っているわ。文字通りには、本を我々の中にと表現される。通常の語順はベソ型で、動詞は主語や目的語に全知されるが、 語順はかなり自由であり、主語を強調するために、巣語にしたり、動詞と目的語が緊密な関係にあるときには、語になったり、目的語が主題として、動詞の前に置かれたりする。関係説の中では、動詞が構置される傾向がある。名詞を別な名詞や、形容詞、数詞、関係説が修飾するときは、原則として、修飾語は、非修飾語に構置されるが、 逆の順序を取ることもある。ゲーズ文字は南アラビア文字から発展し、初期は死音だけを記していた。エザナ2世の後期になって、突然母音記号が付加されたアブギナが使われるようになった。母音記号を加えない場合は暗黙の母音が加わる。他の6種類の母音は記号を加えることによって表す。ゲーズ語には通常の死音が26種類。 延伸化シーンが4種類あり、前者には7種類の母音、後者には5種類の母音が後続するため、文字の数は 26x74x5 イコール202種類になる。ゲーズ文字は、ゲーズ語をおおむねうまく表記できるが、強制や長シーンは表記されず、またシーンが後続する場合と母音が後続しない、場合を区別することができない欠点がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。